はい、どうも皆さん、こんにちは。シトロンです。今回はね、パズドラを僕がやっていきたいと思います。はい、いつも使っている覚醒ホルスパーティーになりますね。ヘラソイル超地獄級やっていきたいと思います。パーティー内容は、こんな感じですね。覚醒ホルスハイパーと、カーリースキルマと、メタトロンと、なんだ、バルキリー、究極、一番上の究極のバルキリースキルマと、プラス169とスキルマの覚醒つくみで、フレンドはハイパーにしました。フレンドはハイパーの覚醒ホルスを選択しましたでは、行きたいと思います。はい、このパーティーでの一番の難所はね、違う、ヴィーナスだと思います。はい、まあ、はい、ここら辺はまあそんなに強くないので、普通にパズルして倒していきましょう。多分ここら辺は16倍でも倒せるとは思いますので、まあ、そんなにね、張り切ってパズルする必要はないかなと思います。あ、めっちゃ決まって、早く。はい、このなんだっけ、サイクロプスか、は、まあ攻撃力高いので、結構、なんだろう、もう結構もうガツガツ削っちゃって大丈夫だと思います。まあでも多分基本的には一発受けても死なないとは思いますが。まあ3体出てくるので、同時に攻撃されちゃうとちょっとやばいかな、みたいな感じですね。はい、まあ、音声がないのはまあちょっとアプリのあれなんで。何こいつ、え、ちょっと待って、いや、なんか意味わかんないで出てきた。まあなんかよくわかんないんで、もう全力攻撃でいきます。マジコンボ、え、なにこいつ、マジで。はい、4ターン溜まるまで待たない。まあヘラソイルがね、10回まであるので、基本的にはまあそんなに重いスキルでなければ溜まるかなと思います。まあなので、まあそんなに心配はしてません。それにこのパーティーだとカオスヴィーナスでの耐久もね、可能なので、まあ大丈夫かなと。はい、こいつなんだっけ、サイクロン、まあトルネード、まあいいや。こいつは3ターンの間はなんかカウントダウン方式のモンスターなので、まあそのカウントダウン後の攻撃を受けなければ大丈夫です。それまではまあスキルダムなりなんなり、ご自分どうぞ。はい、いや、まあいいけど。倒せるか不安だなって人はもう全力攻撃でいいと思います。でもスキルは使わない方がいいかなと思います。はい、突破ですね。ロック、ちょっと充電がやばいんで、そこだけが心配です。間違えてる。まあはい、このヴァンパイアもね、多分強いのと思うんですが、まあ2ターンで多分基本的には湧くと思うんで、まあ普通に倍率決めてれば勝てるかなと思います。来ましたね、ヴィーナス。はい、こいつ普通は結構強いんで、普通はっていうか、まあ強いんで、もっと慎重に削るべきかなと思います。はい、まあ闇吸収があるので、そんなに
なんだろう、僕のパーティーでは一気には削れませんね。あ、ミスった。まあ、おー危ない。はい、まあ、はい、体力が2万1000あればね、一番強いなんだっけ、キャンディー&デスだったかなっていう攻撃を耐えれるので、あ、最悪だ。あー、おー、落ち込ん3級です。でもまあ闇がそんなに揃っちゃうと多分回復しちゃうな。はい、まあ、はい、いや多分結構、おー意外と、はい、来ましたね。キャンディー&って2回に分けて攻撃してくるんですが、最初はダメージなしで、なんだろう、一色を多分回復ドロップに変えるのかな。はい、で、はい、2300のダメージなので、まあある程度体力があれば耐えれると思います。はい、まあできるだけできるだけでも回復は揃えてください。さっきはちょっと揃わなかったけど、まあはい、多分大丈夫でしょう。はい、回復力が、ああ落ち込みが決まってくれたおかげで、まあはい、無事に、まあ、回復力が高いパーティーだと基本的には大丈夫だと思いますが、一応ね、一応回復も意識して、はい、ここがね本当に一番の難所だと思います。はい、この時に、あー欠損してる。いやもうね、ここで耐久できる方はもう、はい、もうスキルめっちゃ貯めてもらって大丈夫だと思います。はい、まあ、なんだろう、覚醒昨夜、あー色が足りないな。昨夜パの人だとかだったら、その闇の攻撃力がゼロとか、ちょっとだ副属性だけとかがあると思うんで、まあここは心配ないかなと思います。まあはい、まあぼちぼちね組んでください。いやちょっとマジでこいつなんだよ。よしよしよし、闇が、あ、揃ってるやん、揃ってるやん。はい、基本的に先生はね、あんまりね、はい、やっと突破です。先生は次ぐらい、あれ先生、あ、俺はあのなんかさっき変な騎士みたいなのが出てきたとこが、先生があるとこだったかな。はい、先生でね毒ドロップを作ってくる回が、僕の場合はなんか変なやつが出てきたんですが、あるので、そこはまあ注意してください。はい、回復力が高いパーティーだとそんなに関係ないと思いますが、はい、あ、注意してください。はい、続きましてアテナですね。まあこいつもストーン、なんかスターなんだっけ、ストームバニッシャーかなんか以外はそんなに強くないので、あー嘘、それにまあはい、あともう次でボスなんで、もうスキルが結構使っちゃっていいと思います。今回ワンパンしちゃったけど。はい、もうボスはね、ワンパンしちゃいたいと思います。まあ、無理な方は、まあ、遅延をね、連れていくと楽だと思います。まあ、適当に組んじゃいましょう。あー、なんか見てる。まあいいや、はい。倒せますね。はい、こういう感じで、まあプラスをね集めたい方にはぴったりなヘラソイル降臨、いかがでしたでしょうか。あ、でも今回1個しか落ちてない。こいつ何なの、イーリア。
え、強くね普通に。2way。はい、まあ、いかがだったでしょうか。プラス、まあ4個とかね、普通に落ちたりするので、ぜひ行ってみてください。今回ご視聴ありがとうございました。リクエストなどお待ちしております。登録、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまあ次回の動画でお会いしましょう。See you!